今週もいろいろな出来事がありました。土曜日、冬の訪れを告げる浅草酉の市が始まり、境内には家内安全や商売繁盛などを願う手締めの音が響きました。商売繁盛家安全よーさら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 また参上。いや、奮い立ちますね。もう神様からの力をいただいたような感じで、なのでもうすごい心機一転頑張れるなという感じです。江戸時代から続く年中行事ということですが、この手締めの音を聞くと元気になりますよね。本当ですね、うん、この音と勢いがいいんですよね。この風物詩、もうすぐ年末だなと感じます。そして風物詩といえば三宅島でも今年で12回目となる恒例のバイクレースが開かれ、スリリングなコースでスピードを競いました。100台のバイクが火山島ならではの溶岩エリアなど全長およそ6キロのコースを駆け抜けたということです。万歳！万歳！日曜、現職と新人による一騎打ちとなった青梅市長選挙は、都民ファーストの会と国民民主党が推薦する新人の大瀬町俊明さんが、自民党公明党が推薦する現職の候補を破り初当選しました。やっぱ青梅の各ところを回るずっと回っててですね、本当に青梅を変えたい、新しくしたいという本当に青梅市民の方々が本当に良かったんで、これはもう本当に変わるなと思っていました。直近で行われた多摩地域の選挙では、9月の立川市長選と10月の立川市の都議補選に続き、自民党系の候補が敗れる結果となっています。月曜、固定資産税を過去4回にわたり滞納していた神田憲司財務副大臣が辞任しました。今年9月の内閣改造からわずか2ヶ月ほどで政務三役3人が辞任することになり、政権への打撃は避けられません。政務三役をめぐっては、今週も三宅防衛政務官の過去の性加害が週刊誌で報道されましたが、三宅政務官は国会で否定しています。水曜、大麻に類似した合成薬物を含む可能性があるいわゆる大麻グミを食べた人が体調を崩し、相次いで搬送されていたことが分かりました。都内では3日に墨田区の押上駅で4人、4日には小金井市と府中市にまたがる都立武蔵野公園で開催された祭りで男性が配ったグミを食べた5人が、さらに15日に板橋区で2人が病院に搬送されています。東京都などによりますと、グミの袋には合成化合物 HHCH が記載されていて、法律で規制されている大麻成分と構造が似ていますが、規制対象外ということです。木曜、千代田区のイスラエル大使館近くに車が突っ込み、警備に当たっていた機動隊員が重傷を負いました。こちら新宿通りから少し入ったところです。現在バリケードが張られていて、その奥に、突っ込んだとみられる車両が、そのようになっています。公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕された右翼団体の構成員、関口忍容疑者は、事件前に自身の SNS に、悪いのはイスラエルなどと書き込んでいたとみられています。ここまで1週間のニュースを振り返りました。健康被害が相次いでいる大麻グミについて、街の人からは心配の声が上がっています。誰でも手に入って誰でも配って食べれちゃうんであれば怖いですよね。自分でもまさかそんなところで配られてると思わないから、やってしまいかねないかなとは思いますね。いや、怖いですね、はい。私たち大人はね、判断ができるけど、子供は絶対にできないと思うから、そこだけちょっとどうにかしてもらいたい。簡単に作れて売ってますじゃんね、困っちゃうよね、うん、知らない人からグミ配られたらどうします？捨てます。捨てます。はい。なんでですか？いや、もうそれも危険なグミかもしれないし、
あとあんまりその人からもらったお菓子は食べちゃダメとは学校からも家からも言われてるんで、やっぱ食べないですね。危ないものだったらもう販売はしない方が安心ですし、自分も子供いるのでそういったものはもう触ってほしくないなというのはありますね。大麻グミをめぐっては小池知事も今日の定例会見で言及し、法律で規制されていない成分が必ずしも安全というわけではないとして十分に注意をするよう呼びかけています。以上、今週のニュースを振り返りました。